はい、青い部屋ニュースお知らせの時間でございます。ネロです。ドアマサコです。はい、実はね、まあ、シャンソン、少子高齢化が進んでるというわけでございまして悪かったよ、悪かったよ。そうでございます。なのでですね、私、仲間を求めておりましたらですね、見つけました。はい、そしてですね、こちらでございます。ブルーロゼジタン、このユニットを作りました。あら、ブルーローズジタンだね。そうです、訪問者だね。そうです、青いバラのジプシー、ということでございます。ジタンね。はい、そうでございます。まあね、本当にこれ、まあ、なんていうんですか、ジプシーキャラバンみたいなね感じで、いいね、はい、ジプシーは、ジプシーはいいね。はい、やっぱりぜひね、本当にこのメンバーで全国各地、そしてですね、世界をも巡りたいなと、いうことで、そういう願いをね込めてこちらの、名前付けました。うん、はい、ね、いいじゃない、いいメンバーじゃない。いや、そうなんですよ、ね、結構ね、ハートもありますし、うん、とてもいいメンバーに恵まれたと思います。うん、私、うん、そしてまどかちゃん、そして大地、うん、このね3人で今とりあえずいます。まあ親が出てくるとやばいことになるね。そうですね、このユニットね、まあ、そこら辺もまた一つミソなんですけれども、私はまあ、あなた魔女のね、息子でございまして、そしてですね、こちらまどかちゃん、モノマネ王の、コロッケさんの、はい、そしてですね、私シャンソンねやってるなんて言って話してたら、こちらのねまどかちゃんも、シャンソンが好きだね。いや、それだったら何か一緒にやろうよと。コロッケちゃんはそのうち私の真似して三曲か、三曲かと思った。確かに。それ面白いですね。いや、怖いわ。はい。そしてこのブルーローズ自体ね、これからどんどんね、活動を広げていきますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。そしてその活動の第一発目なんですが、こちらでございます。グランドキャバレット青い部屋。キャバレー。グランドキャバレー青い部屋。ということでございます。10月27日に、南青山マンダラさんで、やらせていただきます。楽しいですよ、本当にキャバレーって楽しい。私なんて言ったってキャバレーが大好きな。あ、そう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 、ほら、うちでずっとね一緒にやってくれてる青木玲ちゃんがこの間、うん、帰ってきたばっかりなのよ。あ、フランスから、うん、はいはい、パリから帰ってきて、はい、そしてね、ムーランルージュの写真を撮ってきてくれたのね。はい、うん、ムーランルージュ、はい、うん、でリエちゃんに、そしてムーランルージュって、本当になんかいいね、ムーランルージュっていうのはいいですよね。うん、それもう本当にキャバレーの走りだから、うん、そうですね、うん、本当に何ありかにあり、何ありかにあり、そうなんですよ、踊りあり、もう何ありかにありだからね。そうなんです、あり、もう、まあ、マイムもあり、何もかに、何でもありだから。そうなんですね、それがキャバレーです。青い部屋でね、ずっとキャバレー青い部屋っていうね、ね、企画をやってまして、はい、そういった意味でね、キャバレー文化、もう一つの青い部屋の、まあ、シャンソンとね、キャバレー文化、これは一つの青い部屋の、まあ、柱であったわけで、それをね、今後も、継続してこうやって企画っていう形でね、どんどんやっていければなと思ってます。それで本当にね、今先生言ってくれたようにレビューショー、レビューショー、うん、歌あり踊りあり、何でもありなの、うん、しかもね、この日はですね、ハロウィンが近いおということでございまして、あら、いい、私あんた仮面かぶんなくてもいいまあ、もう生きてること自体は仮装してるみたいなねよく言うわいや、まだまだ普通にこのままでもう仮装大丈夫ですから。いやいや、まだまだ、はい、なのでね、お客様でもね、もちろん普通に来ていただいて大丈夫なんですけれども、ちょっとね、面白い格好して来ていただいたらですね、なんと森園ミルクさん、そしてですね、戸川雅子で、審査員としてね、ハロウィン特別仮装大会なんていうのもね、一つやろうと思っておりますね。そうです、そして私、まどかちゃんが、ライブをやり、アーティストの、ビビアン佐藤さんがライブボディペインティング、こちらをやっていただきます。そして青い部屋プレイガールズ、こちらがですね、もうまたね、面白いことになると思いますけど、ね、ポールダンスですね。ポールダンスね、うん、はい、まあ、このプレイガールズっていうのも、あなたプレイガールっていうのをやってたところから、プレイガールって、ね、はい、続けております。そしてね、ちょっとね、注目しよう、これね、森園ミルクさんが描いていただいたんですよ、このイラスト。私でしょそれないですねどっからどう見てもないです
まあ、一応ねイメージとしてね私のあの写真を送ってこれであの書いていただいたんで、まあでもねこれもう一つのイメージキャラクターですから、誰っていうよりもね、うん、そういうことでございます。まあ本当にちょっと楽しい企画になると思いますんで、どうぞね皆様、10月27日は、南青山マンダラ、オープンはね18時半となっておりますんで、素敵ねこれ。いいでしょう、これビビアンさんのね、ビビアンさんがね書いていただいたんですよ。すごい、うん、こういうのほらあのボディペインティングなんかでね、そうですね、一部書いてもらって、ね、うんうん、それでね、司会進行をしてくださるのが、こちらのブルーローゼ時代にも、います、会員ナンバー001第一、そしてですね、うん、会員ナンバー002トトアキ、こちら、ゲイでございます。お任せやっぱりね、青い部屋はやっぱりそういう風な、お任せです、やっぱり。いやもうね、こんなのね、なんか知らないけど、この間もね、ちょっとテレビつけたらね、お姉のあったの。そうですね、もうお姉大会だったね、はい、まあもうみんな顔見知り、はい、なのでね、そういう風なね、いやトークがめちゃくちゃ面白いんですよ、またそのね、なのでカルセルマシちゃん、あとたまに来なくちゃダメよ。あ、そうですね、カルセルさんお待ちしてます。あ、言ってあんだよね、あんたにね、はい、そういうことわけでございます。10月27日日曜日はグランドキャバレー青い部屋ハロウィンスペシャルに、みんな絶対来てね、よろしく、どうも。